はい、どうも、チラシ入れないです。マーゼルが、ベニューリデールから待機中でございます。はい、もうね、放送始まってまして、今、イリさんがね、歌うよというところでございます。ビビットをね、こうテレビでね、こう待機してますの初めてなので、すごい楽しみにしております。はい、今、イリさんライブしてるんですけども、ちょっと問題があります。テレビの前にですね、見て、もうやめて、育っちゃう、そこ邪魔ですから、ちょっと言ってくれる、邪魔ですからお願いします。はい、アメちゃんが来ましたよ。はい、ゴロゴロ言っとる。もうすぐマーゼルの皆さん来ますよ。ゴロゴロ言っとる。はい、これね、リクも寄ってきてくれました、寝床から。あ、そしてですね、ソラちゃんが体勢を低くしてくれているので、これだったら見れるだと思っております。僕が雨の日に聴きたい、曲はアスカさんの始まりはいつの雨で、よろしいでしょうか。みんなで雨トークをしております。そろそろマーゼルでございますね。勘弁してください。帰りの前にリクが立っております。勘弁してください。もうすぐ彼らが歌うんで、どいてもらっていいですか。はい、リクさん捕まえてきました。邪魔だったので、こんにちは。あ、こんばんはですね。さあ、えらい爪が。今日ね、アバターのね、新作を見たんですけど、目が本当アバターだね。ね、龍キャンテーしてるな。ごちそうさんま言うてる。うんうん、たっくん楽くて美人。空に赤い子さと描いて、いいね。いや、マーゼル、すげえ。なんかね、あんま心配なく見れんだよね、マーゼルって。本当に。多少、やっぱり、上ずるとこもあるんだけども、しっかり抑えるとこは抑えてて。
本当にデビューして間もないとは思えないし、表情とかも硬さがないし、まあなんせ隆起がすごく安定してる。そして生徒もやっぱり当初より全然安定しているなという印象があるのと、ランもすごく伸び伸びと歌ってるし、カイリーはなんか毎回歌い方が違ってて、なんか飛び出していきそうな、まだまだなんかこういろんな飛び道具を確立していくんじゃないかなとか、まあ直也の歌もそうなんだけど、やっぱ表情が素晴らしかったり、たっくんのやっぱり表情だね、たっくんも表情がいいね、歌はねやっぱちょっと上ずるとこあるけども、得意なパートはいけてるし、今日はちょっと上ずってたけども、やっぱ彼の声があることでちょっと曲が明るくなる。うん。で、エイキ、安定しますね。歌は安定してるし、彼も伸びしろがあるなぁということ。やっぱデビューして、やっぱ BE:FIRST と違って完成形を見せると言ってもですよ。やはりですね、まだまだ伸びしろを感じさせてくれるし、また2曲目、3曲目と、どん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 進化していく、マーゼルを期待しているし、まあそうなるんじゃないかなと思ってるんですが、まあなんせ、ハラハラドキドキしないっすね。なんかその、安心して見れるっていうのはでかい。うん。やっぱ、ダンスの種類もあるのかもしれないし、曲調っていうのもあるかもしれないし、ビビットに関してはすごく安定してるなと。ベニューでね、前に出た時の、まあ、ミッションも素晴らしかったんですが、ビビットの安定感素晴らしいなと。だってマーゼルのミッションなんてね、ミッションずっと歌ってきたわけだから、ビビットなんてね、まだ、歌い出してキャリアはまだ短いはずですから。なので、そういった意味でも、しっかり曲を乗りこなしてて、しっかり表情を作ってて、エンターテインメントとして楽しめましたね。はい。やっぱりビビッといい曲でございました。いろいろね、今日は猫ちゃんに邪魔されながらも無事に完走することができました。また会いましょう。本当に今雨だわ。松山市は雨でございます。じゃあチャンネル登録、高評価の方お願いします。白石いかがでしょう。Boom! By the morning.